皆さんこんにちは、キスケです。本日はですね、シャロットにとある必殺アーツを継承して PVP 回っていこうかなと思うんですけど、断言します。シャロットの今回継承した必殺アーツ、初見じゃ絶対避けれません。はい、よろしくお願いします。初見じゃ絶対避けれません。はい、何度でも言います。本当なのかと、うん、疑いたくなる気持ちはよくわかります。うん、けど避けれないんです。はい、まあ見ててくださいよ。さあ対戦お願いします。とりあえずは OK。 危な、まあ変身してから必殺アーツ打ちたいよね、さすがに。覚悟しろ。いいよ。おお、すごいね、君の立ち回り。あざっす。ガチなのかな、君は。一丁いくかい。ほい。いやー、微妙っすね。あざっす。楽ちん、楽ちん。さあ、頑張ってくれ。遠距離打撃普通にしてくるからさ。そう、すごいのよこの人。何も迷わず突っ込んでくるじゃないですか。すげえなと思って。はい、遅いぜ。あらよっと。オッケー、射撃圧しかないのつらいな。通常で返してどうすっかな。あこういう人迷いがないわ。迷いがない。うん、迷いのない立ち回り。あ、やべえ、キャラチェン押してない。キャラチェンは押してくれ。さあ、絶対に避けれないんで、こういうね、例えば硬直する状態ってあるじゃないですか、お互いが遠距離で。そういう時に力を発揮するんですよ、わかります。それが今回シャロットに継承している必殺アーツの強みではあるんやけど、今のところ活躍の場なし、今はね。そろそろ活躍できます。予約圧で締めていきます。 OK、 よーし。さあ、必殺アーツあるね、通常。はい、ナイス。これ必殺アーツ使うのもったいねえから、ライジングでいいや。ライジングでいいわ。うん、これでバレちゃうかな。はい、これです。今の分かりました、誰の必殺アーツか。そうです、魔人ブーです。つまり、まあシャロットは何の必殺アーツを継承してるか分からないわけですよ、分かります、相手からするとね。だからいきなり遠距離から必殺アーツぶっ破してきたら、皆さんどうします？回避しますよね。それが通用しないわけですよ。まさか噛み合っていく、めんどくせえ。コンボ入ると思って信じて疑わないプレイヤーもちょっと困ったもんすわ、これ。まさかのライジング。まさかのライジング。了解です。ゴジブルじゃなくてよかったのか。ただこのライジングラッシュでバレた恐れはあるんだよな。噛み合っていく。危ねえ、危ない、あばす。まあこれを外すわ。よし、いやー出てくるか。メインでさ、必殺アーツ引いてきたよね、こいつ確か。びっくりマーク。中距離打撃。いや、使いたいんやけどな。あさす。感謝です。あら、よっと。溝落ちの一番効くところに必殺アーツです。はい。あざっす。
さあドラゴンボール溜まっていくよ。この必殺アーツちょっとうまく使いたいな。くらえですよね。避けれるわけねえよな。そうなのよ、避けれるはずがないんですよ人間は。まあ、あのタイミングはあれですけどね、範囲必殺は確定ですけど。それは分かってるんですけど。しかも気絶 20% やからね。はい、 OK。 さあ振り属性無効を使って殴っていくか。 OK。 シュー、いやーマジか、やらかしたわ。ただゴッドシャロット意外と硬い。ただこれ2周目のライジング溜まってそうなんだよな。これはさすがに耐える。消えんぞろー、耐えます。 OKオーケー、止めるね。じゃあライジングで。ライジングで。オーケー。はい。あーマジかよ。なんで跳ねんだよ。つれ。オーケー。あーこれパンちゃん捨てれるね、ありがたい。いや遠距離必殺かまして。遠距離必殺かまして、素引きしひんかな、素引きしてほしいな。あ、やらかした、ラッキー。その場待機のあれやと思っちゃった、特殊圧やと思っちゃった。まあラッキーですね。いやこれ時間切れやん。1試合目からこれは貯めて、これどうよ。サイヤ人なめんなよ。さあマッチングしましたということで、劇場版パーティーですね。なんか純粋な劇場版は結構久々に当たっちゃったな。まあちょっとさっきの試合はね、相手の攻めっ気が強かったんで、まあ、硬直状態にやっぱり俺は入れたいわけですよ、範囲必殺をね。分かってくれますかねその辺。 OK、 ナイス、ラッキークッキーハグキーです。まあドラゴンボールついてないのマジでゴミ。マジでドラゴンボールついてないのゴミ。手札ハーキー、はい、残念。オッケー、特殊圧でしょ、違う、はい、いやーやらかした。やらかしザム、おーおーマジ。なんでマジ、それ美味しくね。まあ特殊圧で見るか。アイテム回避してないねこれ。 OK。 さあドラゴンボールはワンサカワンサカついてますが、バニシングない状態でしっかりと圧をぶち込んでいく。 OK です。まあこの必殺圧はこっちやね、腹パン侍ドーン。 OK。おい。二連ちゃんはおめえ回避できないっしょ。ほんで、あれよ。手札吐きよ。で、こう。めちゃくちゃ意地悪な戦法を使っていく。オッケー。通常で返します。いや、早いとこちょっとシャロットを変身しないとね。よくないよね。はい。いやーそうか。そうだよな。まあこれはしょうがない。ただアーマーキャンセルは
まあ、刺さるプレイヤーっていうのは分かったんで、まあ、いい情報だと思います。はい、変身します。一丁いくかい。おお、メインで見てくれ、助かります。入んのかーい。いやー、ナイスー。でこれで特殊カバチェン無効にしてからのからのですよ。うわ、こうへんのか、マジか。いやいやーです、皆さん。相手びっくりマーク見えとったからね、今のはちょっと違うような気がするんだよな。うめー、とっておき落ちないか。いや、これ振り属性向こうついとったらよかったんやけどな。あー、そうか、射撃か、残念。ほい。いや、これでバレたよね、多分相手に、おそらくやけど。かー、うまくいかねえな。もうこれ2周目溜まってんぞ、相手多分。マジで。ふざけんなって話やけど、2周目溜まってんぞ、おそらく。さあ、ドロソク2段階の火力が高いね。もう一回やってみる、ちょっと。遠距離必殺もしかしたらバレてない可能性があるんで、もう一回やってみよう。これどう？さすがに。あ、一回目でバレとったね。オッケー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 。まあでも一発入れた、まあ初見じゃないとね、これは意味ないんで。なんかどさくさに紛れて、あ、何だったんだ今のあれ、必殺技はって思ってくれたら楽やったけど、まあまあいいんじゃないですか。これもう時間切れなりそうやからライジング打つわ。あ、ビーストまだなんや。オッケー。さすがにダメでした。まあまあまあ、オッケーオッケー。くっそうです。まあ時間切れになったら多分勝てるんで、オッケー。はい、ダリ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 、あり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 、ありでベルチ。あ、打撃かよ、残念。まあでも有利属性ついてっからね。はい、入るよね。それはね、一発目で分かってたんだよな。ドーン、ダーゴー、入る。いや、うますぎビア、うまい。あ、死ぬかなこれ。死なない。バニ回復あるからね、これは。まあ、ぶっちゃけ時間切れでいいんだよな、俺。それは相手も多分分かってると思うんで。まあ、これでいけるか。オッケー。さあ、オッケー、あざした。もう誰にも好きにはさせない。さあ、マッチングしましたということで、対戦やっていきましょう。宇宙代表先取りパーティーですね、お相手は。まあ、5周年のスタートは宇宙代表から始まるのかなとは予想してるんですが、まあ、果たしてその通りになるのかってどうかところですよね。フィールドもそうやん。フィールドもしっかりと代表です。バチコリと遠距離だけかましていく。はい。OK。うーん、タックル見られたかも。タックル出てなかったわ。ラグすぎて。はい。あざっす。なんや知らんけど、バニシングない状態でご苦労さーん。ご苦労さまんさたばさ。これさ、もうバニシングあって もったいないっていうのはわかるけど、変身しとこう。オッケー。
オッケー、ナイス、死んでまうで。キャラチェンするしかない。いやー、そのままウンバーチコリとコンボを取っていきましょう。ラグラグいプレイヤーしかおらんな、マジ PVP 辛すぎる。 OK、 パンチ、攻める手を僕はやめない、悪くないです。ただね、これ先にライジングラッシュ打っちゃうとバレちゃうんすよね、シャロットに封印した必殺圧。あ、ビースト死んだわカバチェンに頼ってたらそうなるっていうのが辛いもんだね。ダメだ、蹴りをつけてやる。 OK、 シュー、あーマジかよ。いやでもここで打てる勇気すごいよな、メンタル最強マジで、え、これ耐える、もしかして。うわすご、マジかよ、耐えたわ、すげえな。でれららららら、これどうしよっかな、遠距離行ったら必殺アーツぶっぱしてみたいんやけど、どうや。いやまあそうなるよね、さすがに必殺アーツもユニークゲージでは回避できないんで、やばい回避しなきゃって思った瞬間範囲特殊がぶっ放されるっていう、やべえああ面白え、マジでクソ楽しいや、うん、たまんないね、さよならいい動画になりました